吉田治でございます。まずはこのライトアップに大きなお力いただきました石井先生にお礼を申し上げると同時に、こういう素晴らしい施設を作っていった東京都、そして所轄の江東区、本当にお礼を申し上げたいと思います。私どもは今ご紹介いただきましたように、この橋の公共事業とは何かといろいろ問題ありますが、やっぱり日本の中心、東京の中心、ゲートブリッジ、これを私たちが皆様方の税金を有効活用して交差していただいたということ、ぜひとも冒頭していただきたいなと思います。そして今日はこれからライトアップがされます。東京の入り口です、ゲートというのは。ニューヨークの入り口はどこか。皆さん、自由の女神思い出しますよね。場合によれば野球を見に行ってライトアップされた自由の女神を目に焼き付けられている方もたくさんおいでだと思います。今日まさにこのゲートブリッジがライトアップされるということは、国民だけではなく世界の皆さんに東京というふうなもののいい思い出、素晴らしい思い出、そして東京へのゲートというものをしっかり焼き付けていただく、そういうライトアップになる、そういうふうに思っております。どうぞライトアップを機に、より一層のこの橋の活用をお願いを申し上げさせていただきまして、国土交通省を代表いたしましての私吉田からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。吉田様ありがとうございました。続きまして、ご来賓のもうお一方、江東区長山崎隆明様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。地元江東区の区長の山崎でございます。今日は楽しみにしてまいりました。2月の12日に開通して、夜眺めると電気がついてない、どうしたんだとこう言いましたら、東日本大震災があったのでしばらく一周期を、これが石井元子先生のお考えだったそうでして、優しいお気持ちに私は大変感動しました。ですから今日ここに点灯式が行われること、本当に嬉しく思っております。国交省の皆さんが、長い間にかかわたってこの橋を作っていただきました。東京都港湾局の人たちも一生懸命頑張っていただいて、東京の新しい名所ができました。日曜日土曜日祭日、まあなんと人が多く来ることか、大変な人が来てます。今この若洲というところは、隣はここはゴルフ場です。魚釣り場、そしてキャンプ場、ちょっと行けば、マリーナ、夢の島の陸上競技場、野球場、さまざまな施設が集約しているところでして、江東区の、レクリエーションの、そしてスポーツの拠点でもありますから、そこにこれだけの立派な橋を作っていただいて、今日ここに、点灯式が行われるということは、江東区民のみならず東京都民、日本国民がきっと心に焼き付いて、来られると思います。来月ゲートブリッジはもうこう開通しましたが、来月はスカイツリーがスタートします。向こうはお金取られますよ。ここは無料ですからね。渡るのも無料、見るのも無料。どうぞ皆さん楽しんで、このゲートブリッジを愛し続けていただきますように心からお願いをし、また石井元子先生、前にですね、2年前に江東区の万年橋という橋のライトアップをお願いして、素晴らしい、ライトアップをしていただきました。石井先生ならもう間違いない。楽しみにしております。どうぞこれからこの橋を大切に皆さんで、お育ていただきたい、心からお願いをしてご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで東京ゲートブリッジの景観照明に携わった照明デザイナーの石井元子様より、東京ゲートブリッジのライトアップの演出についてご紹介をいただきたいと存じます。照明デザイナーの石井元子様です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は
本当に今日私はもうドキドキして参りました。というのはこの東京ゲートブリッジの照明なんと9年かかってるんですね。大勢の方々のその間いろいろなお力添えご助言アドバイスいろいろいただきました。そして今日この完成する東京ゲートブリッジの点灯、ありましたけども消費電力の4割を太陽光発電で賄えるという、これ本当に世界でもこんな例は初めてというふうに聞いております。そしてもうだいぶ暗くなってまいりましたのでお分かりにくいかと思いますが、大変ユニークなこの両側からトラス型の構造、恐竜が2頭いるといったようなそんな話もありますけど、素敵なこのトラスの橋、大変このトラスの橋、トラス構造世界でも珍しい橋でございます。特に最近建てた橋としては珍しいんですね。トラスのこの形が大変綺麗に浮かび上がる、これもですね横方向のといいますか、正面から見たら実は暗い、でもその横のスリットこのところがずっと明るくなっておりますので、見る位置からによって随分橋の照明の変化が楽しめるというそんな工夫がございます。そして、大変立派な橋脚がこう何本も立っておりますが、それが柔らかく照らし出されております。そして何といってもこの 2.6 キロという大変長い、しかもこの薄い、非常にスマートな橋なんですね。そこの桁の横側には約800台ほどの LED 光源がついております。正確に884と、先ほど900とおっしゃっていただきました、ついておりまして、そこが日本の季節の色を表現いたしまして、4月が若草色、5月が青葉色、6月が水色、そして7月が海色、8月が空色というふうに一月ごとその色を変えてまいります。日本の文化というのは季節に寄り添いながらいろいろな創作をしてまいりました。それにのっとって日本的な照明を考えたいと思ったわけです。毎月光の色が変化する橋という、これも世界で初めてのことになります。そしてそれは全て LED で作られておりますので、さまざまなプログラムを楽しんでいただけますが、毎世紀にゆっくりと波が寄せるようなそんな演出も加えてございます。そしてこれから点灯いたします、プログラムにつきましては、まず、点灯すると12ヶ月の色がゆっくりと出てまいります。そしてそれが一巡終わりますと、その後ダイジェストレビューといういろんな演出が取り混ぜたものが、約3分弱ございまして、それからこの4月の色になります。若草色の色がつきますが、これは、偶然かもしれませんが東京都の色でもある緑でございます。環境の色でもあります。なおトラス照明につきましては省エネ光源を使っているために、だいたい3分から4分ぐらいで光が一番強くなる、安定してまいりますので、最初ご覧になるだけ若干弱めに見えますが、ご心配なく、ちょうど4分ぐらい経ちますと、強くはっきりと見えてまいります。というのがざっとした照明のご説明でございますが、私ども関係者